日の最後の晩餐に、そうクラムチャウダー滑らかに揺れてた。少ししてから用意とんの合図打ち鳴らされた。少年の眠った右耳に響く。若い男と女が時に冷静ぶったり机をぶったりして、一定の距離を保てる風に稚拙なセリフを並べ立てている。音を立てずにドアを開けて左目を入れ、彼は見てしまった不幸な醜い古典芝居。フォーク、フォーク、続けてフォーク、スプーンを挟んでナイフが待った。壁のダーツ盤を貫いてブル。再びこの少年、窓を叩く雨は強くなったが、それを知るのは彼だけ。聞きながら爪の先で削る、ざらついた壁を無意味に。それが意味を持つとは大きな子供たちは知らない。あの子が起きたらどうするの、急に冷静な素振り笑える。月光しながら冷静人のモノマネ、月光しながら冷静人のモノマネ。正気を起動した巨人とも地球から出てきて、正気を起動地球から出てけ。